背中はかなり多くの人がトレーニングしている部位でもありますが、実は間違った鍛え方が非常に多い部位でもあります。今回は科学的な証拠をもとに背中の筋肉の正しい鍛え方を紹介します。科学的な根拠がしっかりあるトレーニングをしたい、安全に筋トレをしたいといったような効率重視のトレーニングの人にはこの動画は最適です。背中には多くの筋肉があります。有名な部位でいうと広背筋とか僧帽筋がありますが、その他にも菱形筋とか大円筋があり、紹介しきれないくらいの筋肉があります。たくさんの筋肉があるため、背中トレーニングでは各筋肉を狙った種目を作らなければならないのかという人も多いと思いますが、実際のところそれぞれの筋肉の解剖学的な動きは被っていることも多いので、全ての筋肉を区別しなければいけないというわけではありません。フィットネスの科学者であるメヌヘンゼルマン博士によると、背中を鍛えるときは広背筋、三角筋後部、僧帽筋、そして脊柱起立筋に分けることを推奨しています。一般的に背中は広がりと厚みの2つと言われていますが、この4つの筋肉を広がりと厚みに分けると、広背筋は広がり、その他の3つは厚みとして分けることができます。背中の広がりを作る広背筋は肩関節の内転と伸展、腕を上から下に引っ張るような運動に関わります。厚みを作る筋肉については、三角筋後部は肩関節の伸展と腕を横に開く水平外転、僧帽筋には上部、中部、下部の3つがありますが、上部は肩をすくませる肩甲骨の挙上、中部はベンチプレスの時のように肩甲骨を寄せる内転、下部は内転に加えて肩甲骨を下に下げる下斜に働きます。最後の脊柱起立筋は背中を反らせるような脊椎を伸展させる運動で活性化されます。スポーツ生理学の博士号を取得しているマイク・イズラテル博士によると、背中の筋肉を鍛えるときは広がり、つまり広背筋を主に狙う種目、垂直プルと僧帽筋など厚みに貢献してくれる筋肉を狙う種目の水平プル、この2種目が必要であると話しています。これは広背筋は上から下に引っ張る運動に主に活性化されるが、厚みを作る筋肉は前から後ろに引っ張る運動で活性化される傾向があるためです。つまりどちらかを優先させたら、もう片方の活動は弱くなる可能性が高いため、厚みと広がりの両方にとって理想的な種目はありません。なので背中のトレーニングメニューでは、厚み用の種目と広がり用の種目の2種類が必要になります。広背筋の運動は非常にシンプルで、肩関節の伸展と内転、この2つだけです。内転を使う種目は主に懸垂とかラットプルダウンがあります。これらの種目について一般的な常識としては、ワイドグリップが広背筋と言われていますが、科学はその情報を支持していません。2014年の研究では、肩幅と同じ広さのナローのラットプルダウンとその 1.5 倍のミドルグリップ、2倍のワイドグリップで比較したところ、広背筋の活動はほとんど変わりませんでした。そしてグリップについても、ラットプルダウンにはいろいろなグリップがあるため試してみたくはなりますが、一般的な海内グリップで体の前にバーを持っていくのがおすすめです。2002年の研究では、クローズグリップ、海外グリップ、海内グリップのワイドグリップで体の前にバーを持っていくラットプルダウン、そして同じく海内グリップのワイドグリップで首の後ろにバーを引っ張るトレーニングで比較しました。その結果、ワイドグリップで体の前に引っ張るラットプルダウンが広背筋の活動が最も高いことが分かりました。他の3つにはほとんど差がありませんでした。クローズグリップにすると脇が閉じて肩関節の伸展に近くなりますが、おそらくその場合はあまり広背筋にとって効率的な方法ではないでしょう。伸展を使いたいならもっといい選択肢があると思います。そのため懸垂やラットプルダウンのような種目では、手幅は肩幅と同じ、もしくはそれよりも拳一つ分ぐらい広い範囲で、海外グリップを使ってバーを自分の大胸筋上部にくっつけるのが科学的なデータを見るとベストです。広背筋に効かせるテクニックとして筋トレ初心者の人にこれは特に多いんですが、広背筋になかなか効かせられないという相談をもらうことが多いです。確かに背中の筋肉は腕や肩と違って鏡で確認しながらトレーニングをすることができません。2009年の研究でも、トレーニング初心者の人はラットプルダウンエクササイズで背中よりも腕の筋肉に頼ってしまうことが多いようです。この改善策として広背筋を触りながら行うことで筋肉の活性化が高まったことを示しています。広背筋トレーニングが苦手な人は、一人でやるとき
ケーブルマシンでラットプルダウンを行い、自分の広背筋を触りながら行うのがおすすめです。さらには肩甲骨を活性させることも非常に重要です。背中に負荷が入っていない人は、だいたい肩がすくんだままバーを引っ張っていることが多いです。肩甲骨を下げながら引っ張るようにすると、広背筋に刺激が入りやすくなります。ラットプルダウンや懸垂は内転を使う種目でしたが、伸展での広背筋トレーニングも非常に効果的でありながら、かなり後回しにされています。広背筋といえば内転というイメージですが、2014年の研究では、広背筋はラットプルダウンとか懸垂などの肩関節の内転よりも伸展の時に最高の筋活動が示されています。デッドリフトでは肩関節の伸展がほとんどないため、広背筋はなかなか強く刺激させることができないでしょう。これと同じでベントオーバーローでも肩関節の伸展範囲は90度程度しかないため、可動域は人間ができる伸展の半分程度しかありません。にもかかわらず、アメリカの運動評議会エースの EMG 研究では、ベントオーバーローでもラットプルダウン以上の筋活動を示しています。そのため肩関節の伸展は内転以上に広背筋を刺激してくれる可能性もあります。メヌヘンゼルマン博士が推奨するラットプレイヤーという種目は、伸展を使った広背筋トレーニング種目です。ケーブルを使って肩関節の伸展を行います。重要なポイントとして、伸展を使うときは肩の位置に注目しましょう。肩の位置というのは多くの人は気にしませんが、実は筋トレで結構重要なポイントです。メノヘンゼルマン博士によると、伸展運動の時は肩が中立位置にある時、広背筋が最も活動的になるようです。つまりストレートバーでこの種目を行う時、海内グリップを使用しますが、海内グリップというのはサイドレイズで小指を上げるのと同じく、肩が内側に回転することを意味します。これよりもグリップをニュートラルにすると、肩が外側に回転して広背筋の活動が強くなるようです。そのためケーブルを使ったラットプレイヤーは、ロープを使うとニュートラルのグリップになるため、広背筋にとって理想的な肩の位置になります。背中の広がりである広背筋を鍛えるときは、内転と伸展を使った種目を取り入れるのがおすすめです。間違った鍛え方としては、まずは過度なワイドグリップで懸垂やラットプルダウンを行うこと。人間の関節は円運動であるため、ワイドにすることにより下の方からスタートになり、可動域が狭くなります。そしてスタートでのストレッチもなくなります。可動域とストレッチは、科学が重要と認めている筋肥大に重要な要素であるため、これを犠牲にするのは筋肥大効果も犠牲になります。加えてワイドグリップは手首の負担も大きくなるため、メリットはほとんどありません。そしてもう一つのミスは、ストレッチを殺すこと。ラットプレイヤーのような運動で特によくあるミスは、体の正面でストップさせることです。これでは強いストレッチは入りません。ラットプルダウンや懸垂でも、肘が伸びるまで広背筋をストレッチさせずに中途半端な位置で止めているということです。筋トレの基本というのはストレッチから収縮であるため、肘を伸ばしてしっかり背中を伸ばしてから限界まで収縮させましょう。もちろんラットプルダウンでバーが大胸筋につくまで下げていなかったり、懸垂で自分の大胸筋上部が手と同じ高さになるまで引っ張っていないのも、筋トレ効果を大きく落とします。トレーニング中のチート行為にも気をつけましょう。背中の力ではなく勢いを使うことをチート行為と呼びます。特に多いのがラットプルダウンでかなり重い重量を扱っている人で、背中を後ろに下げる勢いを使ってウェイトを引っ張っていることです。確かに科学的なデータではラットプルダウンで背中を45度傾けた方が広背筋の活動が 11% 増えたことを示しています。しかし45度以上だったり、この運動が強すぎると、その運動によってウェイトを持ち上げているということになるため、背中の刺激はほとんど入りません。ラットプルダウンで高重量を使うときはチート行為に特に注意してください。次は厚みの鍛え方です。厚みは三角筋後部、僧帽筋、そして脊柱起立筋です。僧帽筋には上中下がありますが、上部は外見的な背中の厚みには貢献してくれないので、厚みと言われたら中部と後部に集中しましょう。広がりは広背筋1つだけだったけど、厚みは3つもあるのか、ちょっとややこしそうだなと思う人もいると思いますが、実際1つの運動でほとんどの筋肉がカバーできます。三角筋の後部は腕を閉じた状態から外側に開く水平外転と伸展。僧帽筋の中部と下部で重要なのは肩甲骨の内転。脊柱起立筋は脊椎の伸展で収縮します。
懸垂やラットプルダウンのような垂直プルでは前から後ろに引っ張る運動がほとんどなく、広い可動域もストレッチもありません。アメリカの運動評議会の筋電図分析でも懸垂やラットプルダウンは僧帽筋チューブの活性化が非常に弱いことがわかります。加えてバスキーたちの行った筋電図分析では僧帽筋のチューブと後部はリバースのフライが最強であることがわかります。つまりこれは三角筋の後部と僧帽筋が前から後ろに引っ張る運動で活性化されることを意味し、これらの筋肉のためにはリバースのマシンフライが最強でしょう。しかし脊柱起立筋も非常に重要です。この部位は僧帽筋や広背筋ほど目立つ筋肉ではありませんが、背中のかなり広い範囲をカバーし、脊椎の伸展で収縮します。この部位を鍛える最も一般的な運動は、ヒップエクステンションで背中を反らせるような種目ですが、これはローのフィニッシュで同じことをすることでも収縮します。マイク・イズラテル博士の推奨するローは、フィニッシュで背中を反らしていることがわかります。これをすることで、脊柱起立筋もアクティブになるため、この運動を使えば背中の厚みを構築する筋肉がアクティブになります。そのため背中の厚みを作る三角筋後部と僧帽筋中部下部、脊柱起立筋は水平のプル、つまり自分の上半身と垂直に引っ張るローのようなトレーニングで十分成長します。これは厚みを作る筋肉が前から後ろに引っ張る運動に強く干渉するためです。そしてこの水平プル、つまりロートレーニングは懸垂やラットプルダウンなどよりもはるかにミスが多い種目の一つです。多くの人が間違ったロートレーニングをしており、マイク・イズラテル博士は背中トレーニングについての記事で、地球上の約 5% だけが正しいテクニックでトレーニングされていると話します。つまりローをしている人の 95% は間違った鍛え方をしているということですね。間違ったローは狭い可動域とストレッチ不足です。一つ目の間違ったローはこのようなトレーニングです。シーテッドローやベントオーバーローでよく見かけますが、どこが間違っているかわかりますか？正解は背中を収縮させたままトレーニングをしていることです。何度も言っている通り、筋肉の成長のためには広い可動域とストレッチが重要です。背中トレーニングでなぜかこれは特に多い気がしますが、肩甲骨を寄せたままウエイトを持ち上げている人が非常に多いです。筋肉はゴムのように伸びて縮むことが力を発揮して負荷を受け取るため、肩甲骨を寄せたままウエイトを引っ張ることは僧帽筋を殺しているのに等しく、三角筋後部と上腕二頭筋に逃がしています。スタートでは僧帽筋をストレッチさせます。ボディービルのポーズでいうとラットスプレッドのように肩甲骨を開きます。ダブルバイセプスポーズと違って僧帽筋が離れていることがわかると思います。このように僧帽筋を開いてからフィニッシュでは先ほどのダブルバイセプスポーズのように収縮させます。この形が僧帽筋を成長させるためには理想です。スタートとフィニッシュで肩の位置が変わっているようにしてください。スタートでは肩は前に出て、フィニッシュでは後ろに下がっています。間違ったローというのはスタートで肩が前に出ておらず、動作中ずっと肩は大胸筋よりも後ろに下がったままです。もう一つの間違いは体を直立させることです。バスキーの EMG 研究をもう一度参照してみると、僧帽筋の上部はシュラックとかデッドリフト、ナローグリップのフロントレイズで強く活性化されていることがわかります。これは最初にも話した通り、僧帽筋の上部は中部や下部と違い、肩をすくませる肩甲骨の挙上で強く活性化されるためです。つまり人間の体の向きと同じ方向、懸垂とかラットプルダウンとは逆、上から下ではなく下から上に引っ張る運動で主に活性化されます。ロートレーニングのスタートから上半身を起こした状態でのトレーニングは、ウエイトの負荷の向きを考えると僧帽筋の上部にかなり逃げていることがわかります。加えて体を起こすと僧帽筋の中部下部のストレッチはほぼ感じることができません。ストレッチも僧帽筋の上部に逃げているからです。フィットネスの科学的な権威でもあるブラッド・シェンフェルト博士も、芝刈り機をスタートさせるような体を起こした状態でのローはやるべきではないと話しています。スタートではできるだけ背中をストレッチさせるためにウエイトを下に下ろしましょう。基本的には床につくまでウエイトを下ろすのはベンチプレスで大胸筋にバーをつけるのと同じくらい必要なことです。腕の長い人はストレッチを感じる前に床についてしまう可能性があるので、その場合は床に高さの出るものを置くといいです。ロートレーニングの正しいフォームはバーをつかむ手幅を肩幅と同じにします。広いとストレッチがなくなり、手幅が狭すぎると肩甲骨の内転と肩関節の水平外転の運動が小さくなるため、肩と僧帽筋の活動も弱くなります。
足幅を広すぎると地面と体の高低差がなくなるため、足のスタンスは手幅よりも狭くします。スタートで肩甲骨を開いて、背中をできるだけストレッチさせます。イメージとしては水泳のスタートのようなイメージです。そしてウエイトを引っ張って、だいたい自分のへそくらいにバーを当てます。同時にフィニッシュの時に背中にアーチを作ることで、脊柱起立筋も収縮します。ベントーバーローでは片方20キロ、まあ、つまり60キロぐらいのウエイトで行っている人は結構多いですが、正しいやり方、ストレッチと広い可動域、この2つを重視すると、ほとんどの人にとっては片方5から10キロ程度のウエイトプレートで十分です。背中トレーニングの筋トレメニューの構成法としては、マイク・イズラテル博士はほとんどの人にとっては垂直プルと水平プルを1対1で取り入れるのがベストだと話しています。しかし今まで懸垂しかやってこなかった人とか、ローしかやってこなかったから広がりと厚みのバランスがかなり悪いという人は配分を変えるのがおすすめです。広背筋のような広がりを作るトレーニングは、懸垂やラットプルダウンのような内転で鍛える種目と、ラットプレイヤーのような伸展で広背筋を刺激する2種目を取り入れるのがおすすめです。個人的には懸垂とケーブルでロープグリップのラットプレイヤーが好きです。僧帽筋などの厚み、背中の厚みを作るときは、ローのトレーニングを行いましょう。三角筋後部のトレーニングの多くで僧帽筋は強く活性化されていますが、脊柱起立筋は刺激できません。ベントオーバーローやダンベルのロー、シーテッドローのようなトレーニングがおすすめです。フィニッシュでは背中を反らせましょう。スタートからフィニッシュまで背中を反らせるのではなく、フィニッシュだけ脊椎を伸展させます。筋トレ頻度としては、高頻度の方が筋トレの効果は高いので、上級者なら週に3回以上がおすすめです。垂直プルと水平プルを1日ごとに交互に行うのもいいでしょう。セット数としては、背中にこだわりたい人は週に30セット。30セットと聞くとオーバートレーニングが心配な人もいると思いますが、ハードな部活をしていたり、筋トレ以外で強度の高い運動をしている人以外なら、科学的なデータを見ると30セットでオーバートレーニングになる可能性はあまり高くありません。多くの人にとって高頻度トレーニングのような品質の高いセットというのが前提で、15から20セットがおすすめです。背中の日などの週に2回以下の頻度で鍛えている人は、後半のセットの質が悪いため、同じ筋肥大効果を得るためにはだいたいこの 1.5 倍以上のセット数は必要になります。筋トレ初心者の方は10セットあれば十分です。ちなみにこの数字は水平プルと垂直プルの2つを合わせたセット数です。背中トレーニングでも広い可動域とストレッチを忘れないでください。この2つがトレーニング中しっかり存在していれば、筋肥大効果はかなり高いはずです。これは科学が裏付けています。